表紙の絵は図画部門小学校高学年の部において最優秀賞に選ばれた那覇市立アメク小学校5年生知念結衣さんが描いた平和を祈ってとなっております。また作文部門中学校の部において最優秀賞に選ばれた沖縄県立開放中学校3年生島袋凛安さんの雲一つない青空の下でや市部門高校の部において最優秀賞に選ばれた沖縄県立宮古高等学校3年生中間雄介さんのこれからが掲載されております。どうぞご覧ください。追悼式を始めるにあたり皆様にお願いがございます。ご参列の皆様で携帯電話をお持ちの方は式典の間スイッチを切っていただくかマナーモードにするようご協力をお願いいたします。また式典の円滑な進行にご協力をお願いいたします。ただいまから追悼式の進行についてご説明申し上げます。本日司会を担当いたします NHK の原大作と申します。どうぞよろしくお願いいたします。式は11時50分から始める予定でございます。最初に照屋沖縄県副知事が開式の辞を述べます。次に沖縄県議会議長が式辞を述べます。正午の時報に合わせて戦没者に対し1分間の黙祷を捧げます。その際は全員ご起立をお願いいたします。次に沖縄県遺族連合会会長が追悼の言葉を述べます。次に沖縄県知事来賓並びに高校生中学生小学生代表によります献花がございます。献花に際しましては対馬丸児童合唱団那覇少年少女合唱団及び南風原少年少女合唱団による合唱がございます。次に沖縄県知事が平和宣言を行います。そして令和6年度平和記念事業の一環として児童生徒を対象に公募いたしました平和の詩の中から詩を作った沖縄県立宮古高等学校3年生の中間雄介さんに詩を朗読していただきます。次に内閣総理大臣のご挨拶をいただきました後衆議院議長と参議院議長がご挨拶を述べられます。最後に池田沖縄県副知事が平式の辞を述べまして式が終わります。式の終了時刻はおおむね午後0時40分を予定しております。その後でご参列の皆様に焼香をしていただきたいと存じます。焼香の順序につきましては司会からご案内いたしますので係の誘導に従っていただきますようお願いいたします。またこの式典で手話通訳をしていただきますのは沖縄県身体障害者福祉協会登録手話通訳者の3人の皆様です。以上で追悼式のご案内を終わります。開式まで今しばらくお待ちください。
定時になりました。ただいまから式典を始めます。開式の辞、沖縄県副知事照屋よしみ。失礼いたしました。今しばらくお待ちください。開式の辞、ただいまから戦没された御霊のご冥福を祈り、合わせて世界の恒久平和を記念するため、令和6年沖縄全戦没者追悼式を挙行いたします。式辞、沖縄県議会議長赤嶺昇。本日ここに岸田文雄内閣総理大臣をはじめ衆参両院議長ご来賓のご臨席とご遺族のご列席を賜り、すべての犠牲者の御霊に対し謹んで哀悼の誠を捧げますとともに、ご遺族の皆様に心から哀戚の意を表します。ここ沖縄の地では恐ろしく凄惨な地上戦において20万余りもの人々が命を落としました。想像してください。兵士や住民の区別なく無差別に浴びせられる空襲や艦砲射撃、近くで炸裂する爆音が耳をつんざき、昼夜を問わずどこにいても止まない鉄の暴風が人々を恐怖と悲しみに染めて死地に追い立てる様を想像してください。愛する家族が、隣人が、あなたのかけがえのない人が血を流し裸足で逃げ惑う姿を想像してください。ここには何の怨恨もなき悲願の若者たちの尊い命が国家間の戦争により奪わざるを得なかったことを、戦争は核も悲惨なものだと体験者は繰り返し語ります。この悲しみを繰り返すことなく、人類が永遠の平和こそを目標にして努力する、このほかに御霊に報いる道はないものと信じます。
戦後79年が経つ今、私たちが生きる世界は分断され、国際秩序は大きな挑戦を受けています。国際情勢が大きく変わる中、私たち沖縄県民も歴史の転換点にあります。戦争により破壊し尽くされた町、血を流し嘆く人々の姿に、私たちは矢をなく一般住民が巻き込まれる戦争の恐ろしさを垣間見ます。沖縄に生きる私たちは、時が流れるほど戦火の苦しみが忘れられない苦しみとなることを知っています。人間の尊厳を守り抜くことの重要さは、沖縄の土地の記憶に深く刻まれています。この記憶をどう受け継ぎ、より良い未来を作るためにどう生かすべきか、私たち沖縄県民にも世界中の人々にも問われています。今だからこそ、世界が分断や対立を乗り越えて協調に向かうよう、沖縄から伝えるべきことがあります。今日沖縄には世界各国から多くの人が訪れ、観光立国日本の先頭陣を切っています。彼らは沖縄の魅力は癒しだと言います。真の癒しはお互いに関心を持ち、相手を受け入れなければ実感できません。意見や立場の違いを乗り越え、癒しの輪を広げる努力こそが世界平和の礎になると、この土地に眠る御霊は教えているのではないでしょうか。さすれば、私たちは目を開き、多様性を認め、包摂性を持って現実に立ち向かっていかなければなりません。この土地に生きる私たち沖縄県民にとり、これこそが平和の道であると確信します。結びに、本日心ならずもこの式典に参列できなかった皆様の平和への思いとともに、戦争のない世界的な恒久平和の確立に力の限り尽くすことを、ここに固くお誓い申し上げ、式辞といたします。令和6年6月23日、沖縄県議会議長、赤嶺昇。このあと正午になりましたら、戦没者のご冥福と世界の恒久平和を祈念いたしまして、1分間の黙祷を捧げます。正午の時報に合わせますので、今しばらくお待ちください。恐れ入りますが、皆様ご起立をお願いいたします。
黙祷。黙祷を終わります。ご着席ください。追悼の言葉。沖縄県遺族連合会会長我部誠司殿。追悼の言葉。本日ここに沖縄県主催による令和6年沖縄全戦没者追悼式が執り行われるにあたり、戦没者遺族を代表して謹んで哀悼の誠を捧げ、諸霊のご冥福を心からお祈り申し上げます。今年はあの凄惨な沖縄戦から79年、忌まわしい地獄のような戦争体験者が語る戦争は実にむごい残酷です。罪のない子どもや女性、お年寄りと無差別に戦闘に巻き込み命を奪われた光景が昨日のように脳裏に浮かび、胸が張り裂ける思いがいたします。それでも戦没者諸霊はあの激しかった沖縄戦及び外地において祖国の安泰を願い、家族を案じつつ、ついに尊い命を祖国のために捧げられたのであります。今霊前に立ち、在りし日を忍び、諸霊に対する追慕の情はさらに深く、新たなる痛恨の念が胸に迫ってくることを禁じ得ません。終戦から79年、ウクライナやイスラエルのパレスチナ自治区での戦争、世界各地において紛争が続いており、我が沖縄県においてはいまだに戦争で生命を落とした方々のお遺骨が集骨され、不発弾が発見されたり、沖縄の戦後は未だ終わってないのだと実感しております。皆様方が最後まで案じられた我が国は、焦土の中から国民が一体となって立ち上がり、幾多の困難を乗り越えて今日の平和と繁栄を築き上げました。この平和と繁栄は皆様の尊い礎の上に築かれたものであることを私たち
日本国民は決して忘れてはなりません。私たち戦没者遺族は英霊憲章と平和運動を推進するため、県内各地全国から遺族の代表が参集し、南部の激戦地を御霊のご冥福と世界恒久平和を祈願し、糸満市コメスから守りまで平和祈願慰霊行進を実施しております。遺族の高齢化に伴い距離を約4キロに見直し、高齢となった遺族と戦争を知らない孫やひ孫世代が一緒になってこの行進に参加しております。先代から受け継いできた戦没者遺児も平均年齢が83歳という高齢になり、これからの遺族会組織維持も困難な状況にあります。私たちは二度と戦没者遺族を出さないという強い信念を持ってこれからも活動を続けてまいります。終わりに鑑み、戦没者の皆様、安らかにお眠りくださいまして、私たちの上に限りなくご加護を賜りますよう祈念申し上げて追悼の言葉といたします。令和6年6月23日一般財団法人沖縄県遺族連合会会長我部誠樹。献花に合わせて対馬丸児童合唱団、那覇少年少女合唱団及び南風原少年少女合唱団の児童の皆さんに合唱していただきます。また献花補助は沖縄県立糸満高等学校の生徒の皆さんです。ただいまから献花を行います。沖縄県知事、沖縄県議会議長、沖縄県遺族連合会会長、沖縄県平和記念財団会長、総理大臣殿。
次に2名の方をご案内いたします。ご一緒に献花をお願いいたします。衆議院議長殿、衆議院副議長殿。参議院議長殿、続いてご案内する皆さんはご一緒に献花をお願いいたします。沖縄及び北方対策担当大臣殿、厚生労働大臣殿、外務大臣殿、防衛大臣殿、続いて衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長殿、全国知事会会長代理事務総長殿、全国都道府県議会議長会会長殿、日本遺族会会長殿、沖縄協会会長殿、Thank you.
続いて衆議院議員赤嶺政賢殿、西銘宏三郎殿、宮崎正久殿、北場幸之助殿、島尻愛子殿、続いて衆議院議員屋良朋宏殿、新垣邦夫殿、金城靖国殿、参議院議員伊波洋一殿、今井絵理子殿、高良哲美殿、総合事務局長殿、那覇地方裁判所所長殿、外務省特命全権大使殿、沖縄防衛局長殿、第11管区海上保安本部長殿、航空自衛隊南西航空方面隊司令官殿、続いて沖縄県市長会会長殿、沖縄県市議会議長会会長殿、沖縄県町村会会長殿、沖縄県町村議会議長会会長殿、糸満市長殿、
いて高校生代表、沖縄県立沖縄水産高等学校3年生渡辺日向さん、2年生菅野真美さん、中学生代表、糸満市立塩平中学校3年生高橋陸さん、鈴木鈴音さん、小学生代表、糸満市立糸満南小学校6年生張本ライルさん、玉城リーナさん、平和の詩朗読者、沖縄県立宮古高等学校3年生中間雄介さん。続いて在沖米国総領事館総領事殿、在日米軍沖縄地域調整官代理、海兵隊太平洋基地司令官と、これをもちまして献花を終わります。平和宣言、沖縄県知事玉城デニー。
平和宣言。あの忌まわしい悲惨な戦争がかつてこの美しい島で繰り広げられました。鉄の暴風といわれるおびただしい数の砲弾による空襲や艦砲射撃により、私たちの島は戦火に焼き尽くされ、多くの尊い命が失われました。私たちはあの悲惨な体験から、戦争の愚かさ、命の尊さ、平和の大切さという教訓を学びました。あの戦争から79年の月日が経った今日、私たちのウィアファーフジ祖先は今の沖縄を、そして世界をどのように見つめているでしょうか。広大な米軍基地の存在、米軍人等による事件事故、米軍基地から派生する環境問題など、過重な基地負担が今なおこの沖縄では続いています。加えていわゆる安保三文書により自衛隊の急激な配備拡張が進められており、悲惨な沖縄戦の記憶と相まって、私たち沖縄県民は強い不安を抱いています。今の沖縄の現状は、無念の思いを残して犠牲になられた御霊を慰めることになっているのでしょうか。かつて沖縄の本土復帰にあたり、日本政府は沖縄を平和の島とし、我が国とアジア大陸、東南アジア、さらに広く太平洋圏諸国との経済的、文化的交流の新たな舞台とすることこそ、この地に尊い命を捧げられた多くの方々の霊を慰める道であり、沖縄の祖国復帰を祝う我々国民の誓いでなければならないとの声明を出しました。この声明を思い起こし、沖縄県民が願う平和の島の実現のため、在沖米軍基地の整理・縮小、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去、辺野古新基地建設の断念など、基地問題の早期解決を図るべきです。世界に目を向けると、今なお争いは絶えることなく、ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエル・パレスチナ情勢など、戦争という過ちを繰り返し続けています。東アジアでは米中対立や中国の軍事力の強化、台湾や朝鮮半島をめぐる問題など、自国の軍事増強により抑止力の強化がかえって地域の緊張を高めている一方、経済面での緊密な結びつきが併存するなど、安全保障環境が複雑化しています。世界の平和と安定に向けて各国各地域に求められているのは、それぞれの価値観の違いを認め合い、多様性を受け入れる包摂性と寛容性に基づく平和的外交、対話などのプロセスを通した問題解決です。私たち沖縄県民は万国津梁の精神で、近隣諸国との交流により信頼関係を築いてきた歴史があり、またぬちどぅたから、いいまる、ちむぐくるなど、多様な価値観の需要、相互扶助といった精神文化を継承しています。新たな建議書、平和の礎、沖縄平和賞などは、人類普遍の価値である平和を願う沖縄の心の表れであり、世界の恒久平和は沖縄県民の切なる願いです。私は沖縄が国際平和創造拠点となり、万国津梁の精神をもって沖縄の心を国内外に発信し、世界の平和構築や相互発展、国際的課題の解決に向け地域外交を展開していくことが、地域の緊張緩和と信頼醸成に貢献し、世界の恒久平和につながっていくものと確信をしています。国連ピースメッセンジャーであり、自然保護や人道問題へ取り組む世界的な環境活動家でもあるジェーン・グドールさんは、私たちの行動は毎日必ず何かしらの影響を世界に与えています。どんな行動を取るかが違いを生み、どのような違いを生み出したいのかを決めなければなりませんと語っています。一人一人の思いや行動は、たとえ微力でも
確実に世の中を変えていく力があると勇気を与えてくれる言葉です。今こそ私たち一人一人に求められるものは、不条理な現状を諦めるのではなく、微力でも声を上げ立ち上がる勇気、そして行動することです。先人から受け継いだ精神文化を持って、他者を尊敬し思いやりあふれる社会を作り上げ、核兵器の廃絶、戦争の放棄、恒久平和の確立に向けて、共に絶え間ない努力を続けてまいりましょう。わったあわんすんかい、ちむふくいぬないるうちなあらんとないびらん、わったあやちけいとないぬくにぐにと、ついひれしちゃるたみ、ぬしびれぬ仲間にちみあぎてちゃるでぬあいびん、わったあやゆがふうゆう定しちにするたましぬあいびん、わったあやありましくりましぬちげいぬあてん、たげいにちむあしぬないるちむだましぬフィチジサットおいびん、わったあしまがしけいぬながゆがふうゆうぬ橋渡しないるぐと、まじゅんしみやてんかいんかていちゃびらな。We strive to make Okinawa an island we and our ancestors are proud of. We have a history of trust that has been established through exchanges with our neighboring countries. We bear hearts that cherish peace. We carry on the spirit of accepting diverse values.We, the people of Okinawa, shall together aim to be the bridge to world peace for all time. 本日、慰霊の日にあたり、犠牲になられたすべての御霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、戦争につながる一切の行為を否定し、人間の尊厳を重く見る、人間の安全保障を含めたより高次の平和を願い続け、この島が世界の恒久平和に貢献する国際平和創造拠点となるよう、全身全霊で取り組んでいくことをここに宣言します。令和6年2024年6月23日、沖縄県知事、玉城デニー、誠にニフェーデービル、ありがとうございます。平和の詩の朗読、第34回児童生徒平和メッセージ授業詩の部門において879件の応募の中から最優秀賞に選ばれました沖縄県立宮古高等学校3年生仲間雄介さんによる朗読、題名これからです。これから沖縄県立宮古高等学校3年仲間雄介、短い命を知ってか知らずかセミが懸命に鳴いている、冬を知らない叫びの中で僕はまた天を仰いだ。あの日から79年の月日が流れたという、今年18になった僕の祖父母も戦後生まれだ。それだけの時が
流れたというのに、あの日短い命を知るはずもなく、少年少女たちは誰かが始めた争いで大きな未来とともに散っていった。大切な人は突然、誰かが始めた争いで夏の初めにいなくなった。泣く我が子を殺すしかなかった。一家で死ぬしかなかった。誰かが始めた争いで常緑の島は色をなくした。誰のための誰の戦争なのだろう。会いたい、帰りたい、話したい、笑いたい、そういくら繰り返そうと、誰かが始めた争いがそのすべてを奪い去る。心に落ちた暗い暗い闇は、あの戦争の副作用だ。かすかな光さえも届かぬような、絶望すらもないような、怒りも嘆きもなくしてしまいそうな、深い深い奥底で懸命に生きてくれた人々が今日を作った。今日をつなぎ止めた。両親の命も僕の命も友の命も大切な君の命もすべて。心に落ちたあの戦争の副作用は、人々の口を固く閉ざした。まるで戦争が悪いことだと言ってはいけないのだと口止めするように、思い出したくもないほどのあの惨劇がそうさせた。僕は再び天を仰いだ。抜けるような青空を飛行機が横切る。僕にとってあれは恐れおののくものではない。僕らは雨のように打ちつける爆弾の怖さも戦争の背の字も知らないけれど、常緑の平和を知っている。あの日も海は青く、同じように太陽が照りつけていた。そういう普遍の中に、ただ平和が欠けることの怖さを僕たちは知っている。人は過ちを繰り返すから、時は無常にも流れてゆくから、今日まで人々は恒久の平和を祈り続けた。小さな島で起きたあまりに大きすぎる悲しみを、手をつなぐように受け継いできた。それでも世界はまだ繰り返してる。79年の祈りでさえもまだ足りないというのなら、それでも変わらないというのなら、もっともっとこれからも僕らが祈りをつなぎ続けよう。限りない平和のために、僕ら自身のために紡ぐ平和が、いつか世界のためになる。そう信じて、今年もこの6月23日を平和のために生きている。その素晴らしさをかみしめながら。
来賓挨拶、内閣総理大臣岸田文雄殿。令和6年沖縄全戦没者追悼式が執り行われるにあたり、沖縄戦において戦場に倒れられた御霊、戦火に遭われ亡くなられた御霊に謹んで哀悼の誠を捧げます。先の大戦において沖縄は凄惨な地上戦の場となりました。人々の平穏な暮らしはにわかに戦乱の渦に巻き込まれ、罪もない民間人を含め20万人もの尊い命が奪われ、この地の誇る美しい海や森、豊かな文化は破壊されました。不発弾の処理やご遺骨の収集は今もなお続いています。多くの子どもたちの命が奪われた対馬丸事件のような耐え難い出来事もありました。こうした沖縄戦の悲惨な実相と平和の尊さを次世代に継承していくことは我々に課せられた責務です。平和の礎には今年も181名のお名前が新たに刻銘されました。平和の礎に刻まれたお一人お一人の戦没者の無念、残されたご遺族の方々の悲しみや喪失感を思うとき、胸塞がる思いを禁じ得ません。私たちが享受している平和と繁栄は命を落とされた方々の尊い犠牲と沖縄の方々の筆舌に尽くしがたい苦難の歴史の上にあることを改めて深く胸に刻みながら静かに頭を垂れたいと思います。来年には沖縄戦から80年を迎えます。これまで県民の皆様のたゆまぬ努力もあり、沖縄経済は着実に成長し、県民生活も大いに向上しました。美しい自然、アジアの玄関口に位置する地理的特性、国際色豊かな文化や伝統、こうした魅力や優位性を最大限に生かしつつ、強い沖縄経済の実現に向けて国家戦略として沖縄振興を総合的に進めてまいります。他方で今もなお沖縄の皆様には米軍基地の集中等による大きな負担を担っていただいています。政府としてこのことを重く受け止め、負担の軽減に全力を尽くしてまいります。来年春には今後の跡地利用のモデルケースとなる西普天間住宅地区跡地に高度な医療研究機能の拡充や
地域医療の向上につながる健康医療拠点が誕生します。引き続き在日米軍施設区域の整理統合縮小を進めるとともに、こうした目に見える成果を一つ一つ着実に積み上げてまいります。戦後我が国は一貫して平和国家としてその歩みを進めてきました。戦争の惨禍を二度と繰り返さないという強い決意のもと、世界の誰もが平和で心豊かに暮らせる世の中を実現する、この決意を貫き後世にまで伝えていくことを改めて御霊にお誓いいたします。娘にこの地に眠る御霊の安からんことを、そしてご遺族の方々のご平安を心からお祈りし、私の挨拶といたします。令和6年6月23日、内閣総理大臣岸田文雄。来賓挨拶、衆議院議長、額賀福志郎殿。令和6年沖縄全戦没者追悼式が挙行されるにあたり、衆議院を代表いたしまして謹んで哀悼の言葉を申し上げます。先の大戦ではここ沖縄において凄惨な地上戦が繰り広げられました。美しい自然や首里城をはじめとする貴重な文化遺産が破壊をされ、県民の4人に1人が犠牲となるなど想像を絶する被害を受けられました。平和の礎に刻まれた20万人以上の方々のお名前を前にし、そのすべての方々が尊い生命を犠牲にしていったことに思いをいたすとき、胸が張り裂ける思いであります。すべての戦没者の御霊に対し心よりご冥福をお祈りいたしますとともに、ご遺族の皆様方に謹んでお見舞いを申し上げます。終戦後の沖縄は27年にわたり米国の施政権下に置かれ、土地の収用が行われました。米軍により軍用化された沖縄の土地は時間をかけ一定の整理縮小が進められているものの、いまだ日本国内の米軍基地の約7割が沖縄に集中し、県民の皆様に過重な負担を迫っております。我々国会議員はこうした沖縄の歴史の上に現在の我が国が享受している平和と繁栄があることを忘れることはあってはなりません。また沖縄から79年を迎え、沖縄戦から79年を迎え、県民の中で戦後生まれの方が約9割を占める中で、戦争の体験と記憶が風化してしまうことが危惧されます。沖縄戦の悲劇を繰り返さないため、戦争の悲惨さや平和の尊さを次の世代にも伝承していくことが我々に課せられた責務であります。沖縄県民の皆様は戦中戦後の幾多の困難にもかかわらず、これまで
沖縄の復興と発展のためにひたむきに歩みを進めてこられました。戦争により荒廃した社会基盤の整備を行うとともに、観光産業や情報通信産業などを中心に経済の成長を図り、社会経済を着実に発展させてこられました。そして現在も沖縄の持つ地理的特性や独自の自然、歴史、文化を生かした振興策に取り組まれております。こうした沖縄の皆様方のたゆみないご努力に深く敬意を表します。沖縄は多くの人々を引きつける豊かな自然や多様な動植物を有するのはもちろん、成長著しいアジア諸国との接点であり、国際的な人物をつなぐ拠点としての大きなポテンシャル、可能性を持っております。コロナ禍により減少していた観光客数は、国内観光客だけではなくて外国人観光客も急速に回復しつつあります。令和2年に供用が開始された那覇空港第二滑走路の一層の活用などを通じ、さらなる地域経済の発展が期待されるところであります。我々国会議員といたしましても、沖縄経済の自律的発展を後押しするべく引き続き力を尽くしてまいりたいと考えます。沖縄には未来への夢があります。結びに戦没者の御霊の安らかならんことをお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様のご平安とご健勝を祈念いたしまして、追悼の言葉といたします。令和6年6月23日衆議院議長額賀福志郎。来賓挨拶。参議院議長尾辻秀久殿。ここに立たせていただいて、さあどうしようと今本当にそう思っております。私はこの追悼文の壇上に立つこと、おそらく50回を超えていると思います。その中で一体何を皆さんに申し上げることができたのかどうか、大変心苦しく思っております。いろいろありますけれども、今日今ここに立って私が心に決めましたことは、必死になって心から心から皆様方のお気持ちを私なりに申し上げるしかない、そう思います。心を込めて
庫にあります原稿を読ませていただいてお許しをいただきたいというふうに思うのであります。今年も6月23日の今日、摩文仁の丘に来ることができました。ここに来て美しい緑を目にするために思います。79年前、この地は爆風と放火の嵐にさらされていました。豪雨の中は必死で南へ南へと逃げてきた多くの沖縄県民であふれていました。もうこれ以上南に逃げる道もなく、多くの命がまさにこの崖から失われたのであります。その苦しみ悔しさ、残された皆様の悲しみを私たちが忘れることはありません。あの惨劇から80年近くが経とうとする今この瞬間も、世界では市民の犠牲を厭わぬ武力行使が繰り返されています。しかしあの惨劇を知る私たちは対話による平和を諦めません。平和の波永遠なれ、平和の礎に込められた思いをしっかりと胸に刻み、これからも歩んでまいります。どうかこれからも見守ってください。来年こそは本当に皆様方に心からの追悼の言葉を捧げたいと思い、そのことをお約束申し上げて今日の挨拶にさせていただきたいと思います。どうかこれからも見守っていてください。令和6年6月23日参議院議長小辻秀久。平式の辞、沖縄県副知事池田武邦。平式の辞、本日は令和6年沖縄全戦没者追悼式を挙行いたしましたところ、ご来賓ご遺族の皆様方のご参列をいただき、ここに厳粛に滞りなく式を終了できましたことを深く感謝申し上げます。特に岸田内閣総理大臣、額賀衆議院議長、尾辻参議院議長ほかご来賓の皆様には公務ご多忙の折、厳しい日程を割いてご参列いただき、献花並びに挨拶を賜りましたことに対し厚く御礼申し上げます。これをもちまして、令和6年沖縄全戦没者追悼式を閉式といたします。皆様誠にありがとうございました。
以上をもちまして沖縄全戦没者追悼式を終了いたします。ご参列の皆様は引き続き一般昇降の準備をいたしますので、しばらく着席のままお待ちください。